はい。皆さん、こんにちは。下田健でございます。今回、何やるかというと、今回これやりましょう。97回の172番。これの解説していきます。じゃこの97回172番なんですが、これどんな問題かというと、常駐時のデータが与えられていて、で、この常駐時のデータを用いて、点滴常駐した時の血中濃度どうなるんですかってことを聞いてる問題です。で、これ点滴常駐した時の血中濃度どうなんですかって聞いてるんだけど、東洋2時間後の血中濃度を聞いてるってことで、結構ね、難易度高い問題になりますんで、 皆さん一個一個ね内容を追っかけていきますから皆さんこのような問題どうやって解くのかってことこれをねしっかり把握するようにしましょうってことで今回内容常駐時のデータと点滴した時の話これはね一緒になってますんで皆さんこれらのデータを使いこなしてしっかり答えを出せるようになりましょう。はいじゃあですね解説していきますが今回どんなデータが与えられているかというと。 上中で 100mg 投与していきましたと。薬物を投与していきました。じゃあその時の血中のデータ、これがですね、型対数プロットで得られてますよってことで、問題をですね、真ん中にドカーンとこのようなグラフが載ってるということです。じゃあこのようなデータがあるんだけど、このようなデータをもとに点滴上中した時にどんなことが起こるのか。 どういうふうな血中濃度を推移するのか、これを考えていきなさいってね、そういう問題となります。で、ちなみに今回の問題では、点滴2時間後の血中濃度を求めるっていうふうになりますんで、ここもちょっと変わったような内容になっているということです。じゃあ内容を見ていくということなんだけど、まず、型対数プロット。これから何を読み取ることができるのかってことを知っておいてください。はい。じゃあ、型対数プロット。これは、縦軸が血中濃度となっていて、横軸は時間となっているってことなんですね。 で、濃度と時間の関係、これをプロットしてるってことになるんだけど、通常体の中の薬物っていうのは一時反応でなくなっていくんで、濃度と時間の関係をプロットするとどうなるかっていうと、曲線になるはずなんですよ。だけど、これ直線になってる。でも直線になってるってことは、これ一時反応じゃないんじゃないのってなるかもしれませんが、この肩対数プロットっていうのはね、どういうものかというと、肩対数プロットというのは、 これメモリはですね、ちゃんと1,2,3,4,5,6,7,8,9,10っていう感じで、まあ、数字で表されてるんですが、この幅をですね、調整することによって対数のようなグラフにしてるんです。なので、このグラフというのは数値をね、プロットしてます。対数値をプロットしてる数値をプロットしてるんだけど、この数値の間隔を変えることによって対数をプロットしたような感じのグラフにしてるんですよ、ということになります。 ということで、これを型対数プロットって言うんです。で、この型対数プロット結構国家試験の問題出るので、皆さんを型対数プロットでどうやって扱うのかってこと、これを必ず分かっておいてください。じゃあ、型対数プロットと来たときに、まず何をすることができるかというと、まずできることは、縦軸切片から静脈内投与した時の初濃度を得ることができる。これ初濃度 C0 ってしておきますね。初濃度を得ることができる。これまず分かっておくことと、あとは、 濃度が半分になるところから半減期を読み取ることができる。これを必ず知っておいてください。縦軸切片から諸濃度を読み取ることができて、濃度が半分になる。まあ、今回ね、縦軸切片10マイクログラムパーミリリットルとなってるんで、これが半分になる。時間ですね。これを見ることによって何がわかるかというと、これを見ることによって半減期を読み取ることできるんですよと、こうなります。まずこれは必ずできるようになりましょう。で、なんかね、グラフが直線だから、 傾きから速度定数求めるみたいな人いるんですけど、型対数プロットというのは、これはね、縦軸のね、間隔がですね、均等じゃありません。なので、傾きこことこことここでは、表す数字が違ってきます。か直線だから、ここで傾き取っても、ここで傾き取っても、ここで傾き取っても、同じ数字が得られるんじゃないかなと思うかもしれませんが、そうではない。なぜかというと、縦軸が均等じゃないからです。 なので、型対数プロットっていうのは、傾きを使わずに解くってことね。これを知っておいてください。なんか直線だから傾きってして、問題解こうとすると間違う人がいますんで、それは知ってはいけないということになります。なので、どういうふうにこの型対数プロットの情報を読み取るかっていうと、まず初濃度を読み取るということ。そしてもう一個は、濃度が半分になるところから半減期を読み取るということ。で、この半減期があればですね、この半減期から速度定数を求めることはできます。 なぜかとというと一次反応というのは速度定数は半減期分の0.693で表すことができるので半減期が分かれば経緯を求めることができるので型対数プロットが来た時は傾きから速度定数求めるんじゃなくて半減期を求めてから計算で速度定数を求めるようにしてください。はい で、あとはね、これ初濃度を求まったら何ができるかというと、初濃度を求めることができれば、こんなことできますね。初濃度を求めることできれば、VD の計算をすることができますよと、こうなります。まあ、これも知っておくといいかなと思います。なぜかというと、この VD というのは、こんな感じですね。VD というのは、投与量を初濃度で割るです。で、今回投与量乗ってるんで、投与量入れて、そして初濃度読み取って、で、数値入れれば VD が求まるということなんですよ。 ということは、これ初濃度求まったら VD 求まる。そして半減期が分かれば KE 求まるということなので、この常駐のグラフがあれば何が分かるかというと、常駐のグラフが分かれば、全身クリアランスを求めることできるんだよというふうになってますんで、まずこの問題特に,にあたっては、型対数プロットをちゃんと処理できるようになってください。まず、切片から初濃度読み取る。濃度が半分になるとこ,こから半減期読み取る。初濃度があれば、 何が分かるかというと VD を計算で求めることができる。そしてですね、半減期があれば何ができるかというと半減期があれば速度定数を求めることができる。じゃあ速度定数と。 分表席あれば何が分かるかというと、KEVD から全身クリアナス求めれるんだよってこと、これをまず分かっとこうねって話になってます。っていうことでまずは型対数プロットをどうやって扱っていくのかってこと、これ確認しましたんで、まずここまでしっかり処理できるようになりましょう。じゃあ実際この問題どうやって解いていくのかってことですね。さらに詳しい内容は次の内容で確認していきましょう。 はい。じゃあですね。さらに詳しい内容を見ていきます。じゃあ、今まで何見てきたかというと、型対数プロットは初能で得ることができるよ。そこから VD 求めることができるよ。そして半減期を得ることができるので、半減期から KE 求めることができるよ。これ分かりました。で、KEVD 分かるので、全身クリアンス求めることができるよってこと分かったよってことです。じゃあ次は点滴のお話ししていきます。今回点滴ね、どうやって行ってるかというと、点滴を 50mg パワーで入れてるということなんですね。ということで、点滴の注入速度ってこれ、K0 っていうのを表されるんですね。注入速度が 50mg per h o u とこうなってるということですね。じゃあこれ 50mg per h o で点滴していたんだけど、2時間後の濃度はどうなってるのってことを聞いてるんですね。2時間後の濃度、これどうなのって聞いてる。 じゃあこれ考えていくということなんですが、今回のお薬、どんなお薬かというと、このお薬は半減期が2時間のお薬というふうになってるんですね。なので、これ2時間後の濃度を答えようと言ってるんだけど、この2時間後の濃度って何効いてるかというと、これは点滴して半減期経過後の濃度を効いているということなんですね。これまずわかんなきゃいけない。じゃあ、半減期経過後の濃度を求めていこうってことなんだけど、 どうなのかというと、点滴のグラフ、ちょっとここに小さく載せました。この点滴のグラフ。これ縦軸濃度、横軸時間のグラフってなってるんだけど、このグラフどんな感じになってるかというと、濃度が徐々に上がっていきますよと、こうなってます。で、濃度が徐々に上がっていくんですが、最終的には濃度は、 定常状態の濃度になりますんで、最終的には濃度はどうなるのかなというと、最終的なこの濃度ですね。この濃度は CSS と言われるものになります。定常状態に到達した時の濃度、CSS と言われるものになる。ってことね。まずこれ分かっておいてください。で、知っといてほしいことは何かというと、半減期点滴した時の濃度っていくつか。これ知っときましょう。てか覚えときましょう。 半減期点滴したときはどうなのかというと、半減期分点滴しましたと。じゃ、半減期分点滴したらどうなるかというと、半減期分点滴したときのこのときの濃度というのはどうなるかというと、このときの濃度、ちょっと CSS 消しますね。このときの濃度というのは、ちょっと大きく書きますが、2分の CSS になります。これは必ず覚えてください。半減期経過したら濃度はいくつになるんですか ?2 分の CSS になるよ。 ってことなんですね。なので、今回の問題、2時間後の濃度を聞いてるってことなんだけど、この2時間後の濃度は半減期経過後の濃度ってことになるので、この濃度っていくつなのかというと、2分の CSS なんですよね。これを答えたらいい。ってことはどうかというと、これを答えたらいいということは、CSS 求めたらいいんじゃないとこうなります。で、CSS 求めたらいいんじゃないってなるんだけど、この CSS、どっから求めるかというと、点滴の問題では、 もうこの式はね、必ずと言っていいほど使います。点滴していた速度と、全身クリアランスかける CSS はイコールになるっていうこの式をね、使います。まあ、点滴の問題は逆にこの式ぐらいしか使いません。なので、この式は必ず覚えてください。これ必ず覚える。もう点滴と言ったらこの式使うんでしょって感じですね。 じゃあ、この式を使ったら CSS 求めることできるよねってことになりますんで、この式から CSS を求めてって、2分の1をすれば答えが出てくる。じゃあ、CSS ってどうやって求めていくのかっていうと、CSS についてはですね、これは式を変換するとこんな感じで求めれますよね。CSS というのは、K0 を全身クリアランスで割ればいい。 K0 はっていうと、50mg ラムパーアワーということが分かってる。全身クリアランスはどこから持ってくるのっていうと、全身クリアランスは型体数プロットで KE 求まった。V、型体数プロットで半減期分かって、そして KE 求まった。そして初濃度分かるんで VD 求まる。なので、この KE と VD、これをですね、型体数プロットのデータから求めて、これ掛け算すると全身クリアランスが求まるってことで、ここに数字を代入すると、それによって CSS が出てきます。 で、これ CSS 計算するとどうなのかというと、これ CSS はもう自分でやってもらったらいいんですけど、14.4マイクログラムパーミリリットルという数字が出る。で、これで安心して14.4でしょって答え選んじゃダメですよ。今回は2時間点滴した時の濃度ってことになるので、この濃度はさっきも書きましたが、これは2分の CSS ですよ。なので CSS が14.4ってことは、ここに14.4入れれば答えは 7.2マイクログラムパーミリリットルでしょうということで、答えは7.2となります。なので、今回の問題は、だだっとね、計算処理を省きましたが、どういうふうに導いていくかってことを紹介しましたんで、皆さん、この導き方、必ず知っておきましょう。で、この導き方を抑えるにあたっては何を分かっとかなきゃいけないかっていうと、型対数プロットの使い方ね。 切片から初濃度読み取ることできるでしょう。濃度が半分になる時間から半減期読み取ることできるでしょう。で、初濃度読み取れれば VD 求めれる。半減期読み取れれば KE 求めることできる。ってことはどうかというと、それによって全身クリアンスを求めることできるよねってことで、この型対数グラフからですね、全身クリアンスを求めることできるってことですね。これをちゃんと押さえなきゃいけないってことです。で、かつ半減期読み取れるってことね。これ知っておきましょう。じゃあ次、点滴です。点滴っていうのはずーっとしていくと CSS という濃度になるんですが、 半減期分点滴したらどうなるかっていうと、半減期分,分点滴していくと、半減期時間分点滴していくと、定常状態濃度の半分まで到達する。二分の CSS になるってこと。これをね、絶対知っておきましょう。ということで、今回は、二時間後の濃度を聞いてるんだけど、半減期経過後の濃度を聞いてるということで、二分の CSS を求めればいい。と、こうなります。で、あとは、どうかというと、点滴の時はこの式を使う。k ロは全身クリアランスかける CSS。これを使っていくんで、この式は必ず覚える。で、この式から c s s を求める。 で、CSS 求めると14.4ってなるんで、安心1 4 4丸ってなっちゃダメですよ。これを半分にする。それによって答え出ていきますんで、皆さんこの求め方しっかり押さえて、しっかりこの問題解けるようになっておきましょう。難易度は割と高いんですが、まあ、ちゃんとね、内容を分かっておけば答えを導くことができますんで、こういった問題しっかり本番で答えを出せるようになってください。それではまた。最後まで動画見ていただいてありがとうございます。今回の動画いかがでしたか よかったと思う人に関しては高評価ボタンを何か気になることある人に関してはコメント欄からコメントください今後もね国家試験に関する内容国家試験の解説とどん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 配信していきますんでよかったらチャンネル登録よろしくお願いします